ドラゴントライアングル、ドラゴンズトライアングル、ドラゴン、エストライアングルもしくはデビルズ C、デビル、SC、魔の海とは日本近海に存在するとアメリカ人などが主張しているバミューダトライアングルと同様に船舶や航空機が突如行方不明になるとされる海域である。この他にフォルモサトライアングル、フォルモサトライアングルと呼ばれる海域も存在が主張されている。 コリン・ウィルソンによると、の1970年の著書、インビジブル・レザデンツにて、バミューダ・トライアングル以外のマの三角海域の存在が日本の南で確認されたとある。2005年に再販されたサンダーソンのインビジブル・レザデンツでは、本州から250マイル南の統計140度あたりの菱形の海域でグアムに向かう飛行機がたびたび消失しているという。 チャールズ・バーリッツは、1974年の著書、ザ・バーミューダ・トライアングル、砲台、謎のバミューダ海域にてサンダーソンの説を紹介した、上で、日本とボニン諸島、小笠原諸島間、特に大島とマーカス島、南鳥島間は、海底火山や津波で船が消える危険海域で、しばしばデビルズシーと呼ばれており、デビル、デーモン、モンスターに船が引きずり込まれると、 昔から死に恐れられ、1950年から1954年の間に近代的な旧石の船が痕跡を残さずに消え、調査に向かった海洋丸ナンバー5が突如消えた1955年以来、日本政府は危険区域に指定しているという。バミューダトライアングルの実態を調査したローレンス・ディークュ。 がこの伝説の原型と見られる記事を1955年1月16日のニューヨークタイムズから発見し、1975年の著書ザ・バーミューダ・トライアングル・ミステリー・ソルベド・砲台・魔の三角海域で発表した。ニューヨークタイムズは1月15日のロイターからの情報として、過去5年間で旧隻の船が謎の失踪を起こしていたデビルズシーと呼ばれる海域で、信用丸、 死マ丸が行方不明となっていたが、実は、無線が故障していただけで無事に生還したいう話題を、悪魔が潜んでいるとして、パニックになった漁民の迷信や、特別危険区域に指定した、海上保安庁の勇み足をからかうニュアンスを込めて、記事にしており、バーリッツの1974年の主張のほとんどが、この記事に盛り込まれている。水産庁の水産指導船、漁業取締り船、 第10のぶひろまるが1955年1月4日以降連絡が取れずに行方不明になり15日に連絡が取れたのは事実だが、信弘丸が海上保安庁所属の観測船になっているなど、元よりニューヨークタイムズの当該記事は正確を期しておらず、危険区域というものも病人症の 15km 以内に接近しないよう、 海上保安庁から1953年に通達があったのみだった。区首は当該海域に関係する各方面に問い合わせたがデビルズシーという故障についても誰も知らなかった。さらにこの原型とみられる記事が1月14日の読売新聞で発見された。読売新聞はこの事件を報じる気は東西200マイル、南北300マイルの海域で5年間に 第五海洋丸を含む9隻の船が失踪している。ことへ、漁師から魔の海と恐れられているとした上、横浜海上保安部が特殊危険海域に指定していると記している。中には、公天での浸水が判明している。例、第一聖小丸などがありながらも、原因一切は不明とした上で、海の神秘と結びつけ原子力時代における、階段すら誕生しかけていると、 この2ヶ月前に公開された映画ゴジラとも絡めてオカルトメータ記事にしており、ロイターはこれを参考にしたとみられる。朝日新聞でも第5海洋丸と第3黒潮丸の消失に絡めてこの海域を魔の海と呼ぶ人さえ出てきていると記事にしているが、戦前から魔の海、魔の海域という記述はあちこちで使われてり、公開上の難所以上の意味ではなかったが、 ロイターはこれをデビルズシー、悪魔の海と訳し、ニューヨークタイムズは日本には悪魔への迷信があるかのような記事にしていた。海上保安庁の観測船、第5海洋丸は1952年に病人症噴火の観測に赴いて、乗員31名とともに行方不明となり、後に現場海域から救命部員が発見されて沈没が確定し、 遺留品の破損状況から爆発の圧力を受けて転覆したものと推定されたが、バーリッツやヤオイ・ジュニチは、第5海洋丸の目的が噴火の観測であることを隠した上で、謎の消失事件に仕立て上げている。1989年に、バーリッツは、この海域を主題とした、ザ・ドラゴン、エストライアングル、砲台、魔界のミステリーを表し、海の悪魔、落ち着きのない竜、 シーデーモンズ、デストラスドラゴンズが漁船を沈めていると、数世紀前から信じられているとした上で、新たに、東京の北の西日本から統計約145度の太平洋に向けて線を引く。それから、西南西へ曲がって、小笠原新島を越えた後にグアムとヤップ、西の台湾へと下がってから北北北東に曲がって、東京湾にある野島先の測定点。 メジアリングポイント近くに向けて日本に戻る、チャールズ・バーリッツ・ザ・ドラゴン、S ・トライアングル1989、P、P17 という三角形の海域を、ドラゴンズ・トライアングルと呼び、核戦争で滅んだ超古代文明過去の海域に関わっているとしてる。バーリッツは、ドラゴンズ・トライアングルでの主要な失踪事件として、以下の39件をリストに挙げている。日付、鮮明。 期待名は、宮本岩尾役、魔界のミステリーでの表記。括弧内は、ザ・ドラゴン、エストライアングルでの表記。バーディッツが、謎の失踪を落として挙げている事件の多くは、原因が判明している。この海域はしばしば台風や、温帯低気圧による、暴風雨が発生し、それに伴う三角波によって遭難する船舶は、特段珍しいことではないとされる。また来た。 太平洋航路は北米とアジアを結ぶ国際航路であり、往来する船舶も多く、分母の多さに比例すれば、取り立てて事故率が高いわけでもない。航空機も同様である。バーリッツ自身が設定した海域から外れている沖縄沖のみならず 3000km 以上離れているアリューシャンやトンキン湾までもがドラゴンズトライアングルでの事件に挙げられている。なお、 千葉県の野島先沖合の太平洋海域は海の難所として知られ、1969年1月5日にボリバーマルが沈没するなど、1980年までに1万トン級以上の船舶14隻が沈没し152名の死者、行方不明発生しているが、その後、船舶の設計基準が強化され安全性が高められたため、このような大規模な海難事故は起こりづらくなっている。 海底に、ドラゴンが住むというまた、本書にて紹介されている以下の事件は、存在が確認できない。2006年9月4日、アメリカのケーブルテレビ局ザヒストリーチャンネルの未確認飛行物体情報番組にて、 ドラゴンズトライアングルの特集番組、パシフィック・バーミューダ・トライアングル、分け、太平洋のバミューダ・トライアングル。タイトル画面には日本語で、太平洋、バミューダ島、三角形とも表示が放映された。番組は、バーディッツの、ザ・ドラゴン、エストライアングル、放題、魔界のミステリーをもとにして作られたものだが、海域は、日本中心部、グアム、 マリアナ諸島間へと変更されている上、表示された図形では、パラオ近辺まで海域が拡大されていた。また、この本に書かれた、UFO 事件の中で、ドラゴンズトライアングル内で発生したとされるものは、第二次世界大戦中のフーファイター目撃例、目撃者、日時不明しかないため、番組では、江戸時代の巨州伝説、幕末に、マシューペリー艦隊の一員が目撃したとされる流星。 1965年に瀬戸内海上空で航空機から目撃されたラムダロケットとみられる発光体、1986年の海洋丸などを加え、ドラゴンズトライアングルに結びつけて紹介している。番組にジャーナリスト、作家の肩書きで登場し、吹き替えで目撃証言への疑問を述べた山本博史によると、 1971年の P-2 ボルト失踪に関して日本側コーディネーターが自衛隊に問い合わせたところボイスレコーダーが回収されて事故原因も判明していると回答されたがそれをアメリカ側の制作者は受け入れず陰謀論を唱えていたという山本は収録日までに新聞を調べ新聞のコピーとともにバーリッツの誤りをディレクターに伝えていたというが 第5回用丸は、海用丸ごと誤ったまま番組に登場した。1981年に、金沢沖で UFO に遭遇したとされながら実在が確認できない、滝居と丸の事件も、ドラゴンズトライアングル付近での事件として、コンピュータグラフィックスでの再現映像とに紹介されている。番組には、八尾純一やニラサー淳一郎といった、 日本の UFO 研究家が登場していたにもかかわらず、滝岐巨と丸の解説話が行っていた。山本が渡したものとみられる日本の新聞のコピーは海域で起きたとされる事件を語る際の背景映像として記述内容とは無関係に使われていた。フォルモサとは台湾のイエジプト人ジャーナリストのモハンメド・イサー・ダベドが1992年に出版したと される書籍、インドネシアでは、ダイアローグ天安人イスラーム、わけ、イスラムの人との話の代で1996年に出版にて、180歳の人、魔人から聞いたとされる話の中に、バミューダトライアングル以外のもう一つのトライアングルとして、台湾、ギルバート諸島、ウェーク島を結んだフォルモサトライアングルがあり、バミューダ、ともどもまも,もの、英語訳では、 デビルズが好む場所であるという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。